アルモニは2014年3月1日にアニメ未来2014の一作として公開されたウルトラスーパーピクチャーズ制作のアニメ映画作品若手アニメーター育成プロジェクトの参加作品として大きい1年生と小さな2年生パロルの未来島クロノスミカ・クロノスと共に2014年3月1日に公開された監督の吉浦康弘曰く 人間の芝居がメインの作品において絵コンテを描く段階で普段ならちょっと失敗しそうだからやめておこうと外す難易度の高い芝居や演技を意図的に盛り込んだという友人と一緒に昨晩のアニメについて熱く語ることを楽しみとする高校生本城昭夫はクラスメートマジキな樹里のことが気になっていたある日昭夫は樹里の世界に触れることになる アニメーター、監督、プロデューサーが成長を遂げた、アニメ未来2014完成披露試写会期がじね2014年3月1日、吉浦康弘監督にインタビュー。アナホブ2014年4月5日、アニメ制作環境の問題解決プロジェクト、アニメ未来4作収録 BD をアニメジャパン会場で販売 AV ウォッチ2014年4月6日。ありがとうございます。